感じの場で崩落があったし、70キロも持って1キロしかある。崩落した橋の周辺はマンションが密集しています。今回はたまたま建物への直接的被害を免れたということがわかります。崩落はなぜ起きたのでしょうか。空間の揺らぎだ。現地メディアは原因は分かっていないとしながらも、以前から複数の専門家が構造上の欠陥を指摘していたと伝えています。腐食が起こりやすい作りで、コンクリートの強度も正確に計測されていないと。あ、おすましないですか。肉じゃがあります。まだ買おうかな。僕のパンドでできることはありません。僕のパンドのやつあるよ、あるよ。まだほらここにあるよ。そんなの食べるそんなの食べるのもあるっちゃ。これ100円で、100円でグリーンカレー美味しいよ。100円だけど美味しい。はい、グリーンカレー。カレー。うん。そんなかけて食べるの。色がなんかあれやな、白っぽい。本当は山で食べる。うん。どうも。あ、よく。
に行くんですね。そして今日中が非常に関係が良好になりつつ、日中平和友好条約40周年今年に当たるんです。これに対して韓国はですね、98年ちょうど20年前に金大中大統領が高知共同富裕と日韓友好パートナーシップ宣言を行われて、これで双方の大衆文化が解放されたんですね。その韓流文化がこれによって起きています。この20年をもう一回再確認して日韓関係を修復しましょう、そういう動きが韓国側に政府内にあるわけですね。で、場合によってはこの南北問題、南北首脳会談が行われますが、これがうまくいけば10月にはムン・ジェイン大統領の来日も検討されている、そういう状況に入っているわけですから、日本もそれをきっかけに日韓関係を修復に向けてさらなる努力を続けるということが必要だと思いますね。そしてムン・ジェイン大統領が言っていたように日朝関係の改善につながるかどうか、それにつなげていかなきゃいけないのかということですね。さて、この後はスポーツに参ります。やっぱりこの人はすごいです。ごちそうさま。